はい、それではですね、今回はバイオハザード HD リマスターやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。ロード。前回は、地下採掘場ですね、を、進んでいきまして、毒蜘蛛を倒しました。だいたいその辺ぐらいまでは行ったんだよね。そうで、毒蜘蛛を倒して、そう、シリンダーをゲットしたんで、これを、はめに行くっていう感じですね。とりあえず行きましょうか。では、見に行きます。さあ、武器がハンドガンしかないので、ハンドガンでうまいことやっていきましょう。はい、ここはそのままスルーで行けますので。あ、ちょっと早く入って。入ってくれない。ここ何にもないんで、これか。リンダーシャフトをここに入れる。ボタンを押しますか。はい。左から1234。え？ 3 番。はい。ああ、なるほどね。1番。お、いいんじゃない？一発でいける？4番。あ、来た来た来た。一発合格。一発、イエーイ。何もわからない。はい。これを見てくださいってことでしょうね。あとまずこの数値を揃えるところからかな。OK。 はい。4番、2番、3番、1番ね。4、2、3、1。4、2、3、1ね。4、2、3、1。4。2、3、1。OK。で、エレベーターが上がってくる。よし。OK。行きましょう。じゃあ、さらに下へ入っていきます。さらに地下へやってまいりました。そのまま進む感じかな。行きましょう。ああ、で、なんかこれあれだな。またババアがいるけど、それを回避しながらなんか行かなきゃいけないんだよね。確かね。そう。今、これが距離だ。オッケー、やりました。そっか、このレバーを押している間に行かないといけないっていう。ハブハブ。ハブ。ハブ。オッケー。ここの扉ね、まず。ここ何だったっけ？木箱がある。何をしたっけ？とりあえずカーブ組み合わせておいて、とりあえずなんかこれに乗せるんだっけ？
するとなんか水の流れが止まるとかだったっけ？あれ？ ああ、でいいんだよね、多分ね。これで、資材運搬に動かして、箱を下に持っていっておく。アイテムとかは特に落ちてないのか。出ます。あ、ババアいる。こっち側に行くと、そっか、これがあって、機械仕掛けのフック穴、あ、フックを、とりあえずフックを出さなきゃダメってやつね。はい。とりあえず前行こう。あれ、ここは？あ、ここ入っていたところか。迷子になる。あ、ババ、来る。あ、痛い。かわせない。やっぱ動かす。フックが出てくる。で、ここに何を置くんだ、じゃあ。ここに何かを置かないといけないんだよね。この置くものが何なんだっていう話だよね。それがここにあるのか。なんかアイテムボックスで取ったっけ？ あれは火炎放射器は？火炎放射器ってさ、どうしたんだっけ？あ、ちょ、いいじゃん、そこ。危な危な。火炎放射器があったならそれでいいんだけど、なんかこっちにね、アイテムボックスのね、あれがあったからね。これか。ああ、これ下行けるんだ。ああ、下行って取ってくるやつか。じゃあ、とりあえず一回使おうか。ハーブ。なるほどね。そっかそっか、こっちをね、完全に見逃してましたね。で、ここに、資材運んできたのが来る。あ、で、ここでね、プレスね、プレスしてね。はいはい。なるほど、なるほど。一回あっちに行ってこれを動かしておくっていうのは、まあ正解事項でしたね。よいしょ。
絶対これも潰れてるって、この海洋宝石も。絶対これもさ、潰れてるよね。もうね。はい、OK です。じゃあこれ持っていきます。ババどっちから来るんだ。こっちにいる。こっちから来る。相変わらずこっちから来る。こっち側に回っていく。こっちで、はい、ぐるりと回って、ポチッと押す。出てくる。今回あう、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 
っけ。祭壇みたいなところになってきましたね。わあ、この辺全然覚えてないな。なんかあるの？ここ。ああ、あるな、アイテムが。この赤いやつか。違う。この俯瞰視点で見ればわかる。あれ、アイテムがない。出てっちゃうな。ボケだ、ろうそく。火は消えてるが使われた痕跡はある。この赤いやつじゃないのか。ここにある。とりあえず行きますか、じゃあ。あー、ヘビーが来てますね、ヘビーがね。はい。で、これか。宝石箱を調べる。開くんだ。リング、ある家族の写真。写真の裏に何かが書かれている。地層ウイルス変異体を投与。タイプ A 投与ジェシカ。タイプ A 投与、細胞活性時に組織断裂化、ウイルス定着化に失敗、破棄処分。リサ、タイプ B 投与、細胞活性時に組織断裂化、後にウイルス定着化成功。ツアの改造に一定の成果、保護観察継続、常時抹消済み。だから多分さっきのババアのこと言ってんじゃないかなっていう感じですけどね。注射で頭がぼーっとする。お母さんに会えない。どこかに連れて行かれた。二人で脱出しようと約束したのに私だけ置いていくなんて。お母さん見つけた。今日の食事はお母さんと一緒。嬉しかった。違う、偽物だった。外は一緒だけど中が違う。お母さんを取り返さなくちゃ。お母さんに返してあげなくちゃ。お母さんの顔は簡単に取り返せた。お母さんの顔を撮っていたおばさんの悲鳴が聞こえたけど、お母さんの顔を撮ったやつの悲鳴なんか気にしない。お母さんは私のもの。誰にも取られないように私にくっつけておこう。お母さんに会った時顔がないとかわいそうだもの。箱の石の箱の中、お母さん匂い、ここお母さんが本当。石の箱硬くて痛い。手の
ジャラジャラが邪魔をする四つの石でつてるジャラジャラせでおかさ会えない。まさにさっきのね、まあ、女っぽいような感じですけども、ベッドはまだ暖かい。これでまだアイテムが上にあるってこと？じゃあからここは間違った、ただの橋もあった。ああハーブね、ブルーハーブとグリーンハーブと。で合体させておく。これでオッケー、全部取れた。あの一番奥右下何があったのかが全く分からなかったんだけど、まあいっか、持っちゃいますこれで地下採掘場も脱出でいいのかな、確か。そうするとあれか、中庭のとこにいてんだっけこれって。違うわここ、あーこっちか、中庭のね。はい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 、の最初このババアがいたところ。組み合わせちゃうか、この木枠とあれを。宝石はこれ開けてのない開けてないやつ、まさかの。埋めることができる。宝石ってこと、赤いやつってこと。確かに残ってんのはもうこれぐらいしかないんだよね。これ真ん中でしょ？絶対合わないな。どうすんだっけこれ。鳥居でしょ？これ一番上じゃね？で、これが、まだこれだな。これじゃないな。頭が二つなんだもんね。こういうこと？こっち側とお手本、お手本なん、なんだっけお手本お手本が見たい、お手本。
だ、あそこの館のあれだよね、なんだっけ、サス、なんだっけ、サスペンダーだっけ、あれスペンサーだっけ、なんとか教のやつだよね多分ね。こうか、あ、こうだ、こうでしょ、で、こうでしょ、はい、で、あ、こうでしょ、はい、で、こうでしょ、これはもうちょい上か、徹底でこの微調整が大事微調整が大事です、このゲームの。で、これがここにはまらない、こうでしょ、これでしょ、もっとこうグッと行きたいな、グッと調整、グッと、よし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 、来た、スペンサー教の影でしょこれ、スペンサー教の紋章、来た、じゃあ行きますか、そこにスペンサー教の部屋に、こっから行くのか、まあ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 の距離だな行きまーす、おお、生えてる生えてる入っちゃってる、ちょっとあの子大丈夫飲みすぎた、はい、いや今日は順調に来てますよ、非常にここまであ、いるんかい、スペンサー教の部屋は多分もっと早く行けてるんだろうなあそこに宝箱とね、宝石がずっと残っていたっていうことは、おおよその敵は多分倒してるからな、ここか、 OK、 入る、悲鳴が聞こえる、レベッカ上にいるのか、2階か、ちょ、大丈夫、2階、どこにいんだよ、2階、
暗くてよく見えない。いいよ、とりあえずレベッカを探しに行こう。2階ってこれどこっから行けるよね。2階に。どこ2階の。こっちとか。これ2階意外と広いぞ。でもあそこの位置で悲鳴が聞こえるってことは、絶対この辺りだよな。こことか。レベッカいないか。どこだ。とにかくちょっと2階をくまなく探すしかないですね。ここは違った。ここうわ、あれか、蜂のところか。ここか。レベッカー、レベッカいないか。2階に。あとは一通り行くしかないか。とりあえずちょっとじゃあこっち側から潰していきましょう。おおむね倒しているはずだから、一番真上の部屋ってことはここだよね。さっきのスペンサー卿の、あ、ほらハンター。いや、そこは開くよ、一方通行だから、こっち側からなら。はいはい、わお、やったな。オッケー、危なかったぜ。レベッカ、レベッカ、大丈夫か。心配かけてごめんなさい。そんなことは気にするな。仲間を探して脱出する方法を考えるんだ。できるか。はい、俺は先に行く。しばらくは君一人になるか。冷静に判断して行動するんだ。やれるな。はい、やってみます。頼んだぞ。よし、頑張れレベッカ。うわ、なんとか助かりましたね。心配かけてごめんなさい。あ、まだそれ、レベッカアンドの顔を浮かべている。よし、じゃあワイバー、さっきのスペンサー教の部屋に戻ります。うわ、オッケーオッケー、なんとかレベッカ救出成功でしたね。めちゃめちゃ近かったな。見つかんなかったらどうしようと思ったけどね。よかったよ、見つかって。スイッチが押しますか。ポチッとな。
お、なになになに。おー、来た。ここでね、鉄でできたオブジェね。ここで来るわけか。うわー、ショットガンの弾。まだ、なんかあんのアイテム。あ、これか。OK じゃこれ。よし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 。ふぅ。これで、なんとか、セーフ。よし。じゃあ、まずは、このいらないアイテムを置いてきて、回復は使っていいな。回復は使おう。じゃあ、さっきの、もう一個の、ね、オブジェクト取って、地下に向かいましょう。おー、これで物語も最終章へ行くわけですね。取ります。さあ、これでもう中庭への道は閉ざされました。ではではアイテムを、ショットガンの弾はまあまだしまっとく。で、オブジェのこれね、リング取って組み合わせましょう。よし、リローリングして組み合わせる。よし、 OK。 鉄と一斉のオブジェ2つゲットして、セーブしたいんだけどな。ではあれか、あそこ開ければタイプライター多分あったと思うんで、そこにインクリボンあると思うんだけどな。だいたいね、新しいタイプライターを見つけるとインクリボンが3つぐらい手に入るんでね、おそらくあるとは思うんですけども、行きましょう。この敵は倒してるはず。カリアに行くときに、OK ですね。ハンターこう3体ぐらい出てきた。さあ行きましょう。ここに2つはめます。1個目、そして2個目、鍵開く。扉の奥に何かいるのだろうか。扉開けますか。イエス。さあ行きましょう。そこでさっきのババアが奥にいるというのは、前回、あ、インクリボンないんすか。マジっすか。ちょ、インクリボン本当にないの。インクリボンしまったとかじゃなくて、ガチでないやつだ。あ、ガチでインクリボンないやつだ、これ。やべえ。嘘でしょ、ちょっと。本当にないやつ。本当にないやつだ、これ。いやー、やっちまってんな。まあ、行くしかないか、ちょっと。うわー、ダンス、あれすぐ戦闘だった、あれ、これすぐ戦闘だったっけ。
しゃがんでいくか。じゃあ多分すぐあのババアと戦闘だった気がする。アサルトショットガンとショットガンってこれどっちが強えんだろう。アサルトの方が強えのかな。行きましょう。あ、いいね、10発入るの。最高。すぐ戦闘だったかどうだったか記憶ないですね。戦闘っぽいな。このまま行きます。アイテムとかあった？今なかったよね。何もないか。さすがにここのはしごだけ。うん、何も なさそうですね。でははしごを降りていきますか。お、ウェスカル。援護しろ。何何？敵損ないが。落とす。落とす。なんでこっちが来るんだ。お前が、あ、落ちた。すげえ。ほら落ちないんかい。落ちないんかい。やで、あ、この扉が開く。ママー、ママの顔。飛び降り自殺した。くっ、うわ、超無駄にショットガン弾使っちゃったですか。私はここを調査する。もう少し詳しく。先を急いだ方が良さそうだ。あー、ですか。ちょっと家族写真、誰かにあった手紙のようだ。さっきのがジェシーってこと。愛するディサイ、日に日に私が私でなくなっていく、そんな感覚が確信に変わり始めています。急に丁寧語。あの注射のおかげか、体の痒みは幾分か収まってきたみたい。今日も栄養剤だと言われ、白衣の男たちに注射を打たれました。ちょっとちょっとちょっと。注射をされると意識がはっきりしてくる。意識が戻ってくると何も考えられなくなっていた自分に気づいて、愕然としたの。すべてを忘れてしまう感覚に襲われ、あなたのことやあの人のこと、どんな性格でどんな顔だったかすらも、意識の闇に覆われてしまう。ああ、リサ、私も今すぐでもあなたに会って、あなたを抱きしめて確かめたい。そうしないとあなたもあの人は消えてしまい、それとても怖い。このままではダメね。早く逃げ出さないと。いい、リサ、チャンスは多分、次に一緒にあの実験室に行くとき、二人して意識のないふりをするの。そしてあの白衣の男が隙を見せたときが逃げ出すチャンスよ。外へ脱出したらお父さんも一緒に探しましょう。この手紙にあなたが気づいてくれますように、ジェシカ・トレーバー。
だってよ、ウェスカ。何にも言ってくんないな、ウェスカ。よし、行きましょう。では先へ進みます。まずちょっとインクリボンが欲しいんですけど。上に登っていく。中庭に出る。ああ、はめるやつか。よいよと。はめるやつだね、なんかね。オオカミのもんでしょ。わしのマンション。といったアイテムボックスに行かないといけないってことだね。両方持ってたっけ。そういえば最後の章に入ってんだっけあれって。ウェスカは何にも言わないってよね。戻ってきたのに、あれお前先行ったんじゃねえのかよって。何しに来たんだよお前。ちょっと忘れ物してって。この多分書物だよね。調べる。イーグルオブサウス、ウルフオブノース。はい、なかなか開かなかったね。これちゃんとここに向けてやんないとダメ。 OK、 よし、メダルゲット。うーし、これでいけるぞ。インクリボンが見つかんないと今日終われないんだよな。どっかにあんのかな。ですから、じゃあの、でこっち側が狼だね。狼ガチャリンコで、反対側がワシガチャリンコ。そうすると水が引いていきます。これで研究所への
道が開かれたわけですね。もうさすがにちょっとインクリボンがあってもいいんじゃない。エレベーター使っていく。非常時のみ通行可能。はい、ゆっくり回った。インクリボンを拾わせてください。まずインクリボンを拾わせてください。 OK。 ふう、時間的にはここなんだよな時間と距離的にここなんですけど、今日はインクリも手に入れて、じゃあここで終わろうか今日さあ、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。さあ、無事ですね、地下採掘場を脱出して、お母さんと娘も再会して、そして、研究所にやってきたというところで終わりでございます。さあ、次回からはこの研究所探索ですね、やっていきますので、よろしくお願いいたします。レベッカも無事助けられて、ウェスカーもあそこにいてっていう形ですけども、さあこの後ね、どうなっていくのでしょうか。ではまた見に来てください。ありがとうございました。